はいということで始まりました a to b to c なんですけどあの毎回僕がお話ししたい研究者とあのその研究者の対象についてもうとことん聞いてしまうようなえ番組でございますがえ今日はですねすごい楽しみにしております <laughs> はい公共政策学って皆さん聞いたことありますか公共政策学のえ研究者で今もうなんか若手のホープという言っちゃうと <laughs> あのおこがましいかもしれませすが、ね、若手のホープ杉谷和也先生ですどうも岩手県立大学の杉谷和也と申します <laughs> いやもうねお話聞いいてみたたかっんでやそう言っていただいて本当に嬉しいというかこの番組って今まで大谷先生とかあのね住吉先生とかあと斎藤浩平先生とか大谷先生の回も私見させていただいたんですけど法哲学ね大谷先生もやっぱ面白い人で私も見て勉強になったんですけどなんか「法哲学」っていうと「法と哲学」っていうのでなんか。 ななんとなくだから公共政策っていうのが輪をかけてわかんないそうなんですっていうか公共と政策だから何なのかなと思ってて <laughs> で、はい、あのちょっとあの先生のね本を読,読ませていただいたら「はい、これは面白いぞこれ」と思ったのと,ああとあの今日ねそれをひもときたいなと思うのは、はい、僕の,その興味というか関心とすごい なななんか重なってるるとところがあ思です僕はあの今東大で文化資源学っていうのをやってるからすごいかぶってるなと思ったんで、はい、今日はそんなお話をあぜひ聞かせていただけた、はい、らと思うんですけどさっ先どうしようからそもそも公共政策学ってど,どんな学問なんですかこれもはね一言で説明するのは厄介なんですけど、はい、まあ要するに政策っていうものを考えるときに、はい、いろんな学問が必要になるんですね。 その政策が正しいか正しししいいいかとかかかかくななと採用するかしないかとかそれはも,ものすごくいい質問というかすごい大事な点で例えば斎藤浩平先生はまあ経済学経済思想ですねでその経済学とかっていうものがまあ要するにこう政策の基盤というか経済学的に言ってこういうのが正しいとかっていうのもありますよね、はい、あるいはえ実際にこういう建物を建てるときに工学とか土木の知識っているじゃないですか。 そういう政策におけるそういう知識のことを我々の我々政策研究者はまあなんか、えー、インの知識って言ったりするんですね。インインのよう。インイン,インっていうのはあれはなんちゃらインと英語英語です。ああインアウトのインインアウトのインです、ね。そです、ねはい、それはつまり政策過程の中において投入される知識ってなんかまたやや,やこしいでしょう。えー、でも、うん、多分やってらっしゃるような文化資源学っていうのは、はい、いわゆる インの知識なんですよ。<ー>政策で実際にその知識を使って政策を作っていくっていう。なるほどなるほど。ちなみにアウトな知識ってどうなんな？あ、実はインの知識の反対はアウトじゃなくてオブなんです。はいえー、面白い。<laughs> ちょっとややこしいですよ、ね。ああなるほど。インの知識とオブの知識。そうです、ね。オブの知識。知識オブ知識みたいなこと。あちょっと違います。違うというかオブの知識っていうのは政策過程がどう動いてるのかとか。はい 政策ってどういうふうに決まってるんだろうみたいなはい、はい、政策の決まり方とか影響機能法化みたいなことです、まあ、ちょっと近いようで近くない難しいですね、<laughs> なんかつまり<ー>法学とか経済学とか工学みたいな具体的な政策を作るための知識と政策が作られる過程について調べる。はいはいはい のががとオブですね公共政策どっち両方とも使うっていう話なんですけどだけど例えばね私がじゃあ今から頑張ってマルクスを勉強して斎藤先生みたいになるかっていうと多分無理っていうかまあ難しいですよね。ということになった時に公共政策の研究者の多くは例えば経済学とか法学についても少しは知っているけれども。 少しというかまず、あ、もちろん知識はあるけれども、はい、同時にそれがじゃ政策においてどう使われているのかっていう部分の知識についても幅広く知っているというような形であなまあ研究を進めている人が多いというのが、はい、まあだから公共政策学っていう学問はトランスディスプリンリーって言われるんですねリリつまり学際的っいう言葉です、はい、だから、はい、ある社会問題を解決するときには 経済学とか法学とか個別の学問分野の知識は大事なんだけれどもそれだけじゃだめでいろんな学問分野を導入して応援して知識を高めていってですねエクセレントな解決策を作っていこうとそれが公共政策学の一つのモチーフというかこれは面白いのは僕がバラエティ番組作ってるのと同じようなことなんですけどねそれはどういうバラエティっていろいろって意味じゃないですかだからいろんな だからか僕が最近出した本ってこの本なんですけど広くてそこそこ深いっていうのはあて何うんですか一つのことに深いとそれしか作れないんだけどバラエティー番組って毎回毎回何やるか分かんないんですごいそういうあの研究的なこともやるしすごい低俗なものもやるしすごいこう何て言うんでしょう あの文化的なこともやるしすごいスポーツみたいなこともやるしとかあるのでいろんなことを知ってなきゃなって番組作れないんです,よです、ねはいはい。それを制作として何かにこう提言するとかはやってないんですけど、はい、すごいその興味の対象が、えっと、広いあらゆる学問というかあらゆるジャンルをこう僕は連関しているようなイメージなんですけどそういうようなことなんですかね。かいいそういうバラエティ番組とかとの、はい 類比って私はあんまり考えたことがなかったんですけど、はい、言われてみれば、はい、確かにそうなのかもしれないなって思いました、はい、まあちょっと私の,あの学問遍歴みたいな話になっちゃうんですけど、はいはい、そもそもその「公共政策まで行き着いた菅田先生の歴史というか大事な話で行き着いたっていうか、はいはい、私は。はい まあ、あの京都府立大学の公共政策学部っていうところを卒業したんです、はい、まず公共政策学部っていうところで、はい、要するに公共政策学をやるっていう話だったわけですね。はい、で、まあ、そこでは経済学とか法学とかの先生とかいらっしゃって、はい、で、まあ、いろんなそれこそトランスディスプリナリーに学んでっていうのやるんですけどただ。 何となく分かるかもしれないですけど、はい、そういうのをやっていくと多くの政策系の学部とか学祭って言ってるところでありがちなのが、はい、全部中途半端になってなんか自分は一体何の専門家なのかよく分からなくなるみたいな何者でもない。っちゃう,っていう。僕もだからさっきテレビ作ってて何でも分かるんだけどどの専門家にも負けるってさ実はそれは結構なんか問題で。あ別に 京都府立大学はだめだっていうわけではなくて政策系とかあるいは学際系の学部でよくあるんですよこういうことって。でその中で私は公共政策学部っていうところに入って本当は哲学やりたかったんですよ。現代思想とかすつい好きでなんかドゥルーズとかああいうの好きだったんですよで読んでたんですよドゥルーズとかかっこつけてデリラとか何かだから予備校に行った時にまずそういうなんたか 橘隆さんとか亡、はい、くなられましたけど、はい、あの菅三巡さんとか当時、はいはい、流行ってたあ,のあと佐藤勝さんとか作家の、はい、あの辺の人たちが私の、まあ、ある種の知的アイドルというか最初の高校からで大学にかけて、はいはい、大学生やった時に「ドゥルーズ」とかあの辺も読んでちょっとこういうのを研究でやってみたいなって思ったんです、はい、それが私の最初の研究者のきっかけだったんですね、はい、でその中で最初のほうか制作とか全然興味なかったんですよ。 公共、はい、全く興味なくて、はい、なんかもう経済の細かいなんかその法律の話とかなんかもうちなみにそれなのに公共政策学部を受験して ああそれはもう簡単純に入れそうだからっていうだけの話。あと関西でしっかり金ギリカウギリカウみたいな。ギリカウギみたいな。これ面白いですよね。このこのシリーズもそうなんですけど、そういうその一線級の先生に話を聞いても、最初はそんなどちらかというとちょっと大したことない理由でその学問を始めてる方って結構多いんですよね。そうだと思います。なんとなくで入ったとかなんとなく始めてみたっていう人案外多い。多いですよね。僕ねこれ見てるねもし本当に学生の方とかお子さんとかいたら。 別にそんな若い頃に決めなくていいんだよっていうことを一番言いたいなっていうのは。あ、るそれはめちゃくちゃありますよ。だってそんな理由ですもんね。<laughs> だって変え、変えたっていいんですからね。途中で学問の専攻とか変えても良くて、全然。はいはい、それはだって長い人生なわけですから。はい、で、は私は最初は哲学とか思想をやりたくて、で。三、はい、回、二回生の時に、あの、私の京都大学、大学院、その後大学院、に京大に行くんですけど。はい、その時の。 先生の授業を受けたんです。はい、で、そのその時のんか、不第のその時はまだ不第の先生だったんですね。はい、で、その人がところが私が三回生の時に教団に移っちゃったんですよ。で、はい、この人はちょっと面白いなって,思って。ああ、えー、その方のお名前聞いてもいいんですか。佐ノあ、佐野渡先生。佐野渡先生。はい、はい、京都大学の佐野渡先生という方がいらっしゃって、はい、で、その佐野先生っていう人は。 どっちかっていうとこう政治の哲学政治哲学みたいな、まあ、要するに正義とはみたいな,なんかちょっとすみません先生とか親先生っぽいような,なんかああいう正義とは公正とはみたいな、はい、そういったことと政策の関係っていうのをこう研究してるっていう、はい、そういうだから政策といってもちょっと抽象的なレベルの話をしてる方で,です、ねはい、私すごい授業好きだから、はい、だ,だからそうだからこれで自分も政治と哲学を組み合わせれるじゃないかとか、はい、野先生のところでって思ってで、はいはい 京都大学の大学院を受けて、はい、佐野渡先生のところに大学院で進学したっていうことなんですね。はい でそここかかららそそそのの興味とというはずっ一緒なんですれがもうねえっとこれがあのまずね京都大学に富士通大学から京都大学に行った時に私富士通大学の中ではものすごく要するにこんな本いっぱい読んでたしすごい勉強できるできるぞっていうのでだから京大にそれで行くってなったらずっと力が入ってたわけはいはい京大生なんぼのもんじゃいって思っててところが。 入ってみたら、京大、はい、の大学院にいる人たちは、はい、もう、あの、レベルが違ったんですよ。全然。もう大だから、大い、やっぱり、そうですよね。つまり、まあ、例えば、私、当時、はい、大学院に行った時、英語がまず、全くほとんど読めなくて。はい、まず、英語、はい、じゃ、これ、読んできてって言われて。はいはい 全然わかんない。わかですよね。難しくて。え、はい、わかんないって、ね、大学な。僕も今社会人の大学院行ってるんで。<laughs> はい、で、なおかつ、あの僕、僕、はい、僕も英語できないんで。あの、あの、あれです。もう今、その英語コンプレックスというか、その東大の若い学生に。 軽くく読んでくるじゃないですかあの人や、はい、本当にもうその状況でまずそこでも全然違うしでしかも英語どころかドイツ語を読めますフランス語を読めます、はい、ロシア語を読めます、はい、でそういう人たちばっかりたなんです、ね、そういう人間がもう言ったら、はい、例えばトマス・ホップズの研究をしてます。はいはい エドド・マンバークっていう昔のバークとかホップスとかあの時代の人たちの英語ってめちゃくちゃ難しいんですよね今の私の結果読んでももちろん本当に苦労するんですが彼らもそれをすごい読みこなしてくるわけですよねしかも「ドゥルーズ」とかって言ったらフランス語読みますよ「ドゥルーズ」とかも幻聴で読んでますよみたいなとかあと「ウィトゲンシュタイン」とかもだから覚えてるのが「兄弟の寮」に入った時に「ウィトゲンシュタイン」読んでますっていう子がいてその子に「 え私専門は分析哲学でっつって見て、はい「へえ」っつって「ィトゲンシュタイン」とかね好き,なんで好きなんですみたいなこと言って、はい、私が「ィトゲンシュタインあそう」っつって読んだことあるよっつって難しいよねっつったら「ィ、はい、トゲンシュタイン何で読んだの?」っつったら、はいえ「岩波文庫だけど」っつったらその子が「ィ、はい、トゲンシュタインは原著で読まないとダメって分かんないって言われて「<laughs> <laughs> ああこいつらと勝負するのは無理だ」って思っねそれで無理だって思って、はい、でじゃあどうしようかって思った時にそういえば。はい 佐野先生も政策の人で、はい、私も公共政策学部だから、はい、もう政策を正面からやろうって思ったんです。そっか、むしろそこで立ち戻れたんですね。そうで、立ち戻って、はい、で修士論文を書くときには、はい、地方自治体の職員さんにインタビューして、はいはい、地方自治体の政策がどう動いてるのかみたいなことを書いたんです。はいはい、それがまあ私の研究者の最初の一歩だったんですが、はい、ところがまあそこでも全然。 その論文もすごい出来があんまり良くなくて、はいえー、インタビューに答えてくれた実際の職員さんには本当にありがたいんですけれども、はい、ただそれをこっち側でうまくねこう料理する力がないっていうか、はい、もうそれで全然研究も修士論文もダメでこれ大丈夫かな自分って思って、はいはい、でそのままでもここまで来て諦めるのもなと思って博士後期課程に行ったっていう。はい あ、でも、その分は博士後期にいったってことは、やっぱもう研究者になろうというのは、もう。いや、ここまで来たら、なるしかないって思いましたけど、ただ展望はゼロです。本当に、あの、真っ暗。本当になるだって、この、じゃ、実際職員さんへのインタビューの研究続けるのか、とか。何もほとんど決まってない状態で、博士後期かと言ったら、何やろうかなっていう。で、その博士では、実際、ど、ど、何をやられたんです。かそれが、だから、今、ここに本が置いてますけど。この真ん中にある。はい。エビデンスですね、政策とエビデンスの関係っていうので。はい。 エビデンスベースとポリシーメイキングっていうのが、うん、実はこれが2018年ぐらいから日本ではすっごい入り始めたんですけど、はい、それははるちょっと前に私はそれになんていうか取り組んでいるような人たちと 交流があったんですよ医学系の先生たちと一緒にやるプログラムみたいなのがあって、はい、そういうのを受けてて「はい、エビデンス」って彼らがすごい言って、はい、えなんかこういうのあるんだと思ってなんか英語の本とか読んでみたんですよ。はい、だけど当時全く文脈も全然理解してなかったからひどいもんだったんですけど、はい、まあこれ結構面白いテーマなんじゃないかなと思ってやっていってで最終的にこういう本が出てしかも周りにまだあんまり EBPM みたいなのをやってる人がいない状態で出したので、はい、なんか。はい あの結構ね多くの人がこいつは第一人者なんじゃないかって勘違いしてくれてそれで、まあえー、と今に至るとそういう感じですね<ー>なのでだからそれこそ本当に大学院に入ってからせんやりたいテーマも変わってるし。 興味あるところも変変わわっっててるし全部変わってますねこれちょっとそれこそエビデンスって、まあ、カタカナでエビデンスかもしれないけど僕らの言葉のビジネス用語でもすごい使われるようになってきてるのってやっぱりこういうような学問がまさに今の先生の本がちょっと話題になったみたいな意味で、うん、からむしろ世間に広がってったんですかねエビデンス進行、ね、というか、えーうん、ちょっとだから<あ>最近1週2週回って、はい、ちょっとエビデンスエビデンスって言ってるのってちょっと 問題なんじゃないのみたいな方まで行っちゃってるじゃないですか。そうですね。はい。その辺って、どう、どうなんですかね。どうなんでしょうね。はい、社会の側の理由で流行したからなのか、政府の側が言い出したから流行したのかって、まあ。鶏、はい、と卵みたいな話で、どっちが順番先なのかっていうのはわからないですけど、はい、ただ。エビデンスみたいなものが、入る時代背景っていうのは、多分。何かあると思うんですよ、ね。それ、って先生の分析はなんなんですうん、それは。 いろんな研究があるんですけど、まず研究の話をさせていただくと、はい、数値っていうものへの信頼性が高くなる時代っていうのは。はい、専門家への信頼が下がってる時代だっていう研究が。が専門家が信頼できないから、逆に数客観的なデータや数値の方を。みんな、そうしないといけないっていう。いそういう研究をが一部にあったりするんですね。あはい、まあ。 これもまあ要するにその時代においてはとかっていうのがいろんな制限はあるんで一概には言えないですけど一つにはそういったものがあるが逆かと思ってました専門家さんがエビデンスをもとに力を持っていくのかななんて思ってたんですけどそれは実はよくある勘違いで実は ABPM の前にあったのはエビデンスに基づく医療っていうエビデンスベースドメディスンっていうのがあるんですけ、ね、このエビデンスベースドメディスンっていう考え方ではエビデンスのハイアラーキーといってこう三角形でね,こうあってね階層があるわけですね階層があってで えっと一番上がまあなんかすごい高度なまあ RCT ってちょっと専門的な話なんですけど、はい、まあ実験とかによる高度な統計、はいはい、っていうのがあって一番下が専門家の意見なんですよああこれがだからむしろ全然そうエビデンスがないってことなんですよ専門家がなんか専門家のふりしてなんかまあちょっとそれこそありと言うとバラエティ番組とかでよく言ってる専門家の方いますよね この人、なんかロシアについて詳しい人ななのかなって国際なんとか学者とか言ってて、本当に詳しいのかなって。もちろんあのく、ちゃんと詳しい方がコメントしている場合も多いですけれども、はいはい、でも例えば、えーと、芸人さんとか弁護士さんとかが。はい 戦争についてコメントしたりとか一概に悪いとは言い切れないかもしれないですけどそうい僕も時々思いますこの人本当にこの人詳しいというかただの推測で言ってるだけなんでそれがエビデンスがないということですね。だからそういう線でしかも芸人さんとかだったらある種この人専門家じゃないって分かるじゃないですかだけど専門家っていってもいろんな分野の専門家がいるわけで例えばじゃあえっと そうですねこれまでできた人でいうと例えば斉藤浩平さんに法哲学の話してもらうのって明らかにおかしいし大谷先生にマルクスの話してもらうのって変じゃないですかはい、はい、同じ専門家って言ってもそれぞれに量分があって、はい、それぞれの量分ではそれぞれ もちろんしっかりした知識権を持ってるけれども他のところで無理やり発言させられてもこれ難しいですねでも外から見てると例えば私がじゃあ今日は公共政策研究学者の杉谷先生にじゃあマルクスについて語ってもらおうと思ってどうですかって言ったら「うんマルクスだね」って言ったらんかこんなんか公共政策の人でんかマルクスって専門じゃないとかって思わないじゃないですか普通の人はんかあそうなんだって思って聞いちゃうたう。それこそ公共政策って学際的ってか何でもなわけだから。 周りのことを喋っっっっちちゃゃゃててもいいいいんじゃないかなか思っちゃいます、ね、そうですねで、はい、それを聞いちゃうしでしかも同時に政策とかで言うと例えば、まあ、エビデンスベーストメディセンの話に戻すと、はい、医者の,なんというかその思いつきっていうか<ー>医者の適当なことを言うっていうその医者の意見っていうのも、はい、要するに「私の経験上」って言う,言うじゃないですかその経験とかはもうそれはいいかなっ,って。 それより統計解析お前のあなたの経験って要するに例えば50件症例を見て私はこう思うんだって言ったとしても RCT とかの統計解析だと症例を何万件と見るわけですよ。明らかにそっっちの方がやっぱり 確かない,があるっていうそ所詮だからなんですかあのこれ今ヒットしてるんだけどって僕らで言うと言うんだけどそれって周りの人が言ってるだけで本当にヒットしてるか分からないみたいなことですねすね。<あー S 1> だからまあエビデンスっていうのがまあその医療で分野で始まってでそれをまあ政策の分野にもそれぐらいちゃんとしたエビデンスを使って政策を作っていこうっていう動きが。いろいろ質問したいんですけど,ど<う>えとあと僕がそのエビデンスっていう言葉がすごいこう出てきたのって。 やっぱりウェブっていうかつまりその p c というかインターネットというかうん、うん、そういうものでエビデンスが取りやすくなったのかなってあ,あそれはものすごくありますありますよね実際あります、はい、ありますね例えば r c t って要するに実験なんですけど、はい、社会科学において実験って無理って言無んですよ,ですよねだけどそ,もそ,もそれが最近できるようになってきたっていうあそういうことかはい、はい、あのそれはつまり例えば データをたくさん取って解析しておけば自然実験というんですけどね、はい、たまたま実験っぽくなっていることっていうのがあったりするっていうベトナム戦争って時のアメリカの徴兵ってランダムでで行われたんですよね、はい、でこれって要するにちょっとたまたまランダム化比較試験になっているつまりランダムに片方にはやる、はい、徴兵する片方には徴兵しないで、はい、勝手に分かれているわけです、ねはいで。そうすると 招聘した人とされなかった人って将来収入どうなってますかって追跡か、ね。ああ、分かります。分かりますね。はい。はい。でこういう形で、いや、なんか、たまたまランダム化比較試験になってるのあるじゃんっていうのもあったりとか。はい、あるいは、それ以外にも、いろいろなビッグデータの解析とか。はい、あるいは、もう。その実験のデザインがどんどん整備されてきて。はい、実験をちゃんとできるようになってきたって、そういった流れも。E. B. P. M. の動きを後押ししていると。ああ、面白いいうのがありますね。はあ、ね。あと、じゃ、もう一個質問ですけど。ど ってことこでそのエビデンスに基づいた政策って言ってるんですけど僕なんかが、まあ、ある意味専門家じゃない僕がわかる例えばそのエビデンスって例えば何なんですか一番いいのはもちろんその実験なんですけど、はい、ただそんないっぱい実験もとはいえやるわけにはいかないので、はい、日本の政府とかで言われてるエビデンスっていうのはやっぱり数値ですね、はい、キー KPI って聞いたことありますかねキーパフォーマンスインディケーター、はい、重要業績評価指標ですね。はい その重要かなったしかだけど、はい、<laughs> KPI とかそういった指標でえっと、はい、を見てこの政策がうまくいってるかうまくいっていないかっていうのを見る判断するっていうのをエビデンスというふうに言ったりしています。はい、それってあの専門家さんとあのエビデンスってある意味対局にいるような感じじゃないですか。でも先生の場合はそのエビデンスと専門家なんですよね。私の場合はややこしくて <laughs>、はい、あのエビデンスが政策のシステムとか仕組みで どう使われてるのかとか、はいるだからさっきの陰の知識とオブの知識でいうと<あ>オブの知識の方に興味があるっていう感じだと思います。はい、だから私のこの本の中ではエビデンスっていう言葉がどういうふうに政策の過程の中で使われて、はい、で、えーまあ、どういうふうにこう実際実態を伴ってシステムとして組み込まれているのかみたいな話を<ー>、まあ、いろんな資料とか審議会のいろんな議論を見て分析するっていう、はい、そういう感じですね。